何ですかこれ面白い音楽。何ですかこの音楽。アプ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 アヘをこいた、アヘをこいた。あぷか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 へをこいた。あどっこい。あんたに合った音楽だな。あぷか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 。あれ。あれ、くんかさ、もち、もちくんかさ、おじいちゃん。どうやって空なんだけど、わかんないよ、おじいよ。あれくらい腹いってたんだよ、もう。くんかさ、聞いてみるか。じじいだよ。じじいだ。さあ、延長しますよ、これ。なあ延長。何延長しますこれ。はい、ありますよ。誰かリスナーさん言ってたの。姉さんが結構ナイス取ってるから負けないでねって言ってた人いたの。なるほど、うん、負けるかもね。まあ結構差あります。あ？結構差ありますよ。あるけど姉さん結構やってるって言ったよ。あ、そう、うん、誰かリスナーさん負けないでねって言ったよ。だからうかうかしてらんねえよ。ナイス。残り3日ないですよ。うん。今日でももうすぐであれだからね。あともう6時間ちょいぐらい。2日と6時間ぐらいかも。そっちは餅食うの？はい、これは。うん。普通は何使うの？そのラーメン入れとく？ラーメンに入れとく？どうせ器洗っちゃうんだよ。いいか、じじいが器。なんか来てくれば？おお。なあ？そうっすね。うん。来てきた方がいいです。ナイス完了です。何？この音楽じゃへも出るわ。あぷか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 ぷあ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 ぷかぷかぷあぷかぷかぷあぷか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 ぷじじいのやばいな。ぷか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 散らかすやつでだよ俺には。6年生ねこの野郎。ペロジジは。あっ、傾くなっちゃう。こんなもの平気で起き上がってよこの野郎が。もうダメだ、後で片付けるいいやもうこれ。お前これ流せる？ちょっと。え？水。ここ。ちょっと水流して、パッパって振って、よこしてよ。これ。なんで？猫のくれたんだよ、あのじじいが。くせんだよ。自分でやってよ。じゃあ、どいてくれるんだよ、そこ。もう、ちっとも片付けねえんだから、寝てたくせに。何がするよ。片付けねえんだよ、ちっともな。最低限片付けなきゃダメなんだよ、なんでも。散らかすやつべえじゃ。どうしようもねえな、こんなクズみたいなもんでいてよ。このスマホ見りゃわかんねえや、こんな。スマホをこんな汚くするやつはいねえよ、お前。どうとやろうな、お前。どうしようもどっちもクズだよ。おじい何勝ちたん？もうこう言ってあるけど。また何勝ちたんか。じじいのやつな。けどじじいのやつ。猫にくれちゃうわね。
どじじいじゃんって言うのが分かってみようじゃないくせに。何がつったんだこれ。まだ俺も鼻がつぶだな。なんかあるかい。おじいめの何がつったんこれ。あ、味噌ポテトかいこれ。なんだいこれ。なんだいこれ。まだこんなとこ起き上がってよ、もうじじいだ。ペロじじいだよ。なんだいこれ。食ったのこういうところ平気で食うんだから、ずうずうしやろうな。ほんとずるしよ、なんでも人に散らかしてよ。ほんとくじれだよ。あ、たんくんは俺だよ、骨折らせなくてよ。くせえ。ほんとくじなしまでよ、はっきり言ってよ。よたじじいだよ。なんでこれ。でもあれあるで、なんか。のり弁が。なんすか、のり弁があるって。だからなんすか、わないの。さっき食ったじゃないですか、これ。これ見てよ、みんな俺にさせるんだから。ここにひどいと思わない？猫にくれちゃダメだっつうのに、エビくれてさ、みんな引っ張れるよ。ここに私ばっかり骨折らしてんだよ。ちっとも片付けねえんだから。ダメなんだよこの二人は。私の片付けばっかりでしょ、みんな。ダメだよ、こんなの。生活ってこんなもんじゃねえよ。なんでも散らかしておきっかけだもの。こんなんで住めば誰も困らないよ。そうでしょ。ああ。私が全部やらなくちゃな、なんでも。ぷかぷかでナースが増えるの。増えないでしょ、こんなぷかぷかしてんじゃ。そうじゃねえよ。めっちゃ散らかすんじゃねえすんだよ、あっちこっち。猫にくれてよ、しっかり。何でも向こう行ってくれよ、もうこっちが片付けてんだから。いいんだよ、それは。もういいからよ、向こう行ってくれってんだよ。何度も来るんじゃねえよ、クソリ。何度も来るんじゃねえよ、クソじじいが。何もできねえんだからよ。全部人に片付けさせてよ。頭くんだよ、こっちは。頭くんで、何でも起きたれで。猫にエビ、はい、そうしに来ました。ありがとうございます。猫にエビくれやがってよ。てめえじゃ片付けねえよ。何やったって片付けねえんだから、ヘロじじいだよ。くせえ。この映像飽きたわとか、あなたが見なければいいやん。こんなつまんない配信をずっとずっとさ、粘着してさ、見てさ、コメントしてさ、お前どんだけ暇な、マジで。つまんない配信をずっと見てる、お前もやばいよ、マジで。こんなつまんないの、いつこんなリス飽きるんとか言ってさ、お前が一番飽きてないやん。ずっと飽きずに見てるんだからさ、飽きたなとか思いながら見てるんかもしんないけど、飽きてる配信をずっと見てる、お前もやばくない？片付けるからダメなんだよ、こんな出てる。もちろん決して面白い配信だとは思わないけど。お前もなって感じだけどね、申し訳ないけど。なんで自分だけ対象外になると思ってんの。いいじゃねえ、突っ立ってるだけで。確かにつまんねえ放送だよ。ぴったりだけど。ほんで、ぷっかぷっかぷっかなんて言ってんじゃん。ほんまじゃ何もないやん。誰でもできないやん。最低だよ。最低だよ。こっちはお前必死で片付けてんだよ。みんなに散らかされてよ。たまったもんじゃねえよ。昨日よかったよ。じじいは飯食ってきて、ガキはいねえし、昨日は楽でよかったよ。本当にクズべえで、何もできねえんだから。予定やろうべえで、散らかすべえで、何もできねえんだ、この二人は。生活はそんなもんじゃねえかんだ。
自分で食ったテーブル拭いてね。私今日拭いたんだけど、あまり汚いから。食ったテーブルも拭かないの。普通の人間じゃないで。ねえ、自分でね、飯食ったテーブルで拭くの当たり前だよね。人間じゃないよね。俺そう思うよ。また来たよ。いいよ、ふやっとも。で、よろしく。みんな私にさせる。憎しくない。みんなね、面白いから見てるとか思ったら大間違いっすよ。そもそも俺ふわっちで面白いなって思う配信ないし、まあ見てないけど見てないからもしかしたら面白い配信あるか知らないけど、みんななんかチラ見とかしても全く面白いと思わないから、みんな暇つぶしで見てるだけだって。悪いね、信号。じっとりしてる暇あったらこれ拾ってくんね。いやもう配信が面白いから見てるって、ね、暇つぶしで見てるレベルよ、多分みんな。俺片付けるからよ。はい、向こう行くから。これ全部片付けるから、ここ。ります。悪いね。こっちがくすぐない。悪いね。みんな笑っていいとも見て、困るからね。笑っていいとも面白いと思って見てる人って、なかなかいないと思うんですよ。あっちこっちへ、豚小屋じゃ嫌だよ。でもなんか暇つぶしで見るって感じじゃないですか。それと一緒よ。テーブルがめちゃくちゃだよ。こんな散らかってるうちねえで。なんで片付けられねえかね。ふわっちで今、ほんと、じゃあ今さ、いろんな配信やってると思うけど、あ、マジこれ笑える、超楽しいって配信ある今じゃあ、今リアルタイムで。関係ねえよ。なくなったよ。多分、知らないけど、誰がどんな配信してるか知らないけど、今。多分ないと思うんですよね。うわ、これ超面白いわ、絶対見逃せねえわっていう配信やってる人、今います?知らんけど。知らねえ、あんなこと。もちろんこの配信も含めね。あ、マジこの配信絶対見逃せないっていうの。バカはね、バカは揺れてりゃいいんだからよ。この続き気になるなとか。バカは揺れてりゃいいんだよ、物言って、このぶつんで。多分ないと思うんだよ、わかんないけど。バカは揺れてりゃいいんだよ。俺も全部見てないからあれだけどさ。バカは揺れてりゃいいんだよ。なあ、こういうものどんどん片付けていくんだよ。どうだやろうか。あ、何でもできねえんだよ。みんな暇つぶしで見てるだけっすよ、大体が。クズは何もできねえ。予定やろうで、どっち見てるの。どんどん片付けんだよ、何でも。大っ嫌いだよ、ほんのちっちゃかった。ほんとに散らかすの。食ったもの全部置きっぱなしだから。キモがいるよ。どんどんこういうとこは散らかすもんじゃないよ、やってるとこ。私大綺麗だよ、こういう生活。 YouTube とかでもさ、全部合わせてさ、クズで。俺マジで今本当に楽しみなのブレイキングダウンがいないからね、マジで。偉そうなこと言ってるで、仕事しない人間が。 YouTube もなんかもう緩和っていうか、みんなネタ切れっていうか、なんかテレビ寄りになっちゃってるし、なんか面白くないもん。クズが立派だい。あとネタ切れ感言うことだけでよ、ブレイキングダウンぐらいしか面白いなと思わないですか。ケミでも払わねえやろが立派なこと言ってらい。親に全部払わしてよ、立派なこと言うんじゃねえよ、口で。あんたに何ができるんだい。トイレ行こうかな。あ、行ってくるわ、関係ねえよ。あんたに何ができるん、てめえのおめえ金も払えねえクズじゃん。なあ、自動車に乗ってても親が払うんだよ、全部。こんなバカにねえで、俺は恥ずかしいから払うんだよ。ねえ、恥ずかしいあんた、10人に1人じゃ金払わねえ人間は。その一人がうちの子だと思うと親は恥ずかしいよ。私は嫌いだよ、そんな。どんどん払うもん払ってよ、すっきりしないと。それからだよ、金使うの。それをね、払わねえ払わねえで金使って遊んでたんじゃどうしようもねえや。女に一枚もちってくれ、よくくれられるよ、クズ野郎が。こんなバカいねえよ。クズ野郎に決まってみよう、こんなやつ。何も片付けられるんだよ。さっから追ったっててよ。この汚ねえ、あれ、スマホ見てみ。こんなもんに持たれたスマホはかわいそうだよ。なあ、もっと大事にするで、自分のスマホだったら。こんな小汚ね、見るもや、ヘドがでしょ。気持ち悪い。私綺麗好きだから、もうイライラしてくる、汚いの。じじいまでが汚しちゃうなって、この野郎。クソじじいが、バカじじいだよ、エロじじい。
こんなやつに来いって言ったら嫌やん、寝てや。来てやろ。ああ、嫌です。私が動くことばっかりだよ。何にもしないから、この二人は。ずうずうしいから。何一つしない。こっち買い物行くときさ、ここに牛乳パックが積んであんだから持ってってくんないね。行くとき、わかんねえ。捨てるように置いてあるのに。ちっとも神経つかねえで来てる。いいよな、幸せで。悲しくないよ。あんまり立派な人でいいで。ああ、もう嫌なんでも。なんだよ、これ。なんだよ、これ。なんでなんか、これ一つ食うか。なんだこれ。ジジイだ。吉江さん。ああ。閲覧今500ぐらいあるんで、一回ドーナツやっといたらいいですか。今食うんだよこれを。ジジイが買ってきたやつ。あら8分だよ。これ持って取って持ってってよこれ。一つ食うんだからよ。はるねえって言って片付けねえだよ。クソペリーだ。クソペリーだ。まったく頭くねえ。俺で片付けして生きてんだから人生。キモいるよね。何もしねえんだこの二人は。もうさーっとしててよ。突っ立ってやがってよ。クソやろ。これゴミ拾え、ここ。一つ怒ってるから。はいはいはい。一つ怒ってんだよ。あ、これだよ、ほら。もううるさいな。ここ拾えっつんだよ。あった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 。言うから。あ、うるさい。これ。これ拾ってよ。気持ち悪いから、これ。拾ってよ。やだ。じゃあいいよ、もう。もういいよ。何もかも。いいよ、みんな俺にさせりゃいいんだからいいよ。毎回毎回拾って拾ってうるさいんだ。一個のこうなんか米粒みたいななんかゴミとかをさ、米粒以下のゴミとかを拾ってよ。毎回なんかめんどいんだよ。これ見てよ皆さん。なんだよ、あんなちっちゃいホコリみたいなさ。これ指くっついてるでしょ。米粒より小さいぐらいだろ。嫌なんだよ私こういうの。一番そういうの一個一個拾ってたら切れないって。私嫌なんだよ、汚いのが。本当に自分が拾いたいなら自分で拾えよ。じゃあお前いちいち拾いたくねえやん。腰がいてんだよ、これか。おめえ これ誰だよ、拾えよ。だ、嫌だ。これは拾ってよ、ジジイじゃねえの。早く腰がいてんだよ、拾うの。やってくれよ、これぐらい。そうだ、向こう行っていいだよ、もういなくて。向こう行けば、このぐらいのことができねえんだら。人に金返せよ、人の年金30万。投資に50万返せよ、80万やったんだてめえに。せやろ、あいて、あぶね。じじいはじじいで、なんでもこんなものをこんなとこ落っことしたがってよ。どこに目がくっついてんだよ、このバカ野郎が。クソペーペー嫌がってよ、ヘドジジイみたいな野郎で。どっちもクソジジイだよ。80万返せ、親に。俺の金だからよ。ネットやった金じゃねえかんね、悪いけど。俺の元の金だかんね。年金だかんね。でもいいや、12月が来ればまた元に戻るから。30万元に戻るからいいよ。12月年金の日。そう、吉田さん、そんなことはどうでもいいんだよ。12月15日元に戻るから。何もうるせえな、お前に取られたんか。それはいいんですけど、吉田さん、うせえ、関係ねえ関係ねえ。その4も足さないやつなんか関係ねえ。今閲覧521関係ねえよ。あー、これ食うんだよ、頭きてるから。あー、息が苦しくなっちゃった、こんだけ動いたら。これ何つけて食う。春巻きってさ、味つけないっす。
だから何つけてくの。だからつけないで食うの、普通の春巻きっていうのは。ありがんかい。味がついてるの、中に。中にね、いろんな具が入ってても味がついてるの、その中に。あ、これ味ついてんだ。春巻きすらわかんないよな。へぇー。味がついてんだ。春巻きっていう料理も知らないのかも。ほら。じゃあ一つ食うか。弱いね、これ向こう置いといて。もう邪魔なものはどんどんどかさないと私ね、嫌なのよ、食べるんだ。ねえ、ありがとう、食ってみるから。ねえ。ああ、こんだけ動いただけで息が苦しくなっちゃう。しょうがないね。醤油つけて、ごめんね。ええ。ああ、疲れた。食ってみるよ。なんか。いけんですよ。ありがとうございます。セクシーサンキュー。うん。うん。何の味もねえけど。じゃあ、醤油か塩かなんかかければ、からしとか。あ、結構。これがあるから。かき醤油でいいんじゃないですか、かき醤油。あ、いい、いい。あの、あれつけたのあるから。あれつけたからあるからいいか。なんか閲覧上がってきたね、570ぐらい。誰かが終わって流れてきたのかな。うん、うん、ナイスが増えるぞミスタードーナッツ。ナイスが増えるぞミスタードーナッツ。ナイスが増えるぞミスタードーナッツ。ギンギンドーさんありがとう。あーこちら、うん、ナイス。おめえめっちゃ人が蹴飛ばさないでくれよ貧乏ゆすりこの野郎。頭くれこの野郎風俗の女ってな。そうだよ決まってるよ。嘘を言われてさ、うん、それ全くも事実無根ですから言っとけるわけ。ありがとうございます。皆さん、ナイス、ナイス。ぜひ600ナイスによろしくお願いします。いくつだい？まだ21か。あ、見間違っちゃったよ、ほら。ああ、おあくびだ。ああ、あーってこっちがため息言うようだよあんた。死んできやがってよこのクソ野郎。あーどうせ閲覧が下がるんだらよ歌う歌うかこの野郎。あーまちゃこちゃんシングルベルが良い。その音楽落ち着かないよ。やめて。